どうも、瀬戸です。今回はプログラミング言語第1位の JavaScript は何がそんなにすごいのっていうテーマでちょっと解説していきたいと思います。これ JavaScript めちゃくちゃすごいので、まあ、今から、プログラミングを始めたい人ですとか、あとはなんかビジネスとか、プログラミングで、何かお金を稼ぎたいっていう人にはめちゃめちゃおすすめです。そもそも JavaScript って一体何かっていうと、これは主にあのウェブブラウザ上でアプリケーションを開発するための言語です。で、皆さんあの PC でもスマートフォンでも、まあ、Chrome とか Safari とかね、あのブラウザ開くと思うんですけど、まあ、そこでアクセスしたウェブサイトとか、何でもいいです。Google でもいいし、Yahoo でも、Facebook、Twitter でも何でもいいんですけど、そこで開いたページ、あとブログサイトとか、全部これ JavaScript と関わってると思ってもらって、間違いないです。で、それがまあ JavaScript なんですけど、今回のじゃあランキングっていうのは何かっていうと、GitHub っていうですね、まあ、エンジニア御用達のウェブサイトがあります。結構これ有名なんですけど、まあ、簡単にざっくり言っちゃうと、そこの2019年のランキングで、世界中のエンジニアに最も活発に使われている言語っていうところで、まあ、1位になっています。なんでじゃあ JavaScript 1位なのかっていうと、それには結構いろんな理由があると思うんですけど、僕が思うところで言うと、多分 JavaScript これすごいポイントって多分5つあるかなと思うので、そこを解説したいと思います。まず1個目なんですけど、始めやすいっていうのがあります。他の言語だと始めようと思ったら、まずなんかインストールしなきゃいけないアプリケーションがあったりとか、あとは設定をいじんなきゃいけないとか、結構やんなきゃいけないこと多いんですよ。それに対して JavaScript っていうのはもうブラウザを立ち上げたら、極端な話もそのブラウザ上で実行することができるんです。例えば Google Chrome で言ったら、右クリックして要素の検証っていうのを押すと、バーッとなんか画面出てくるんですけど、そこでカタカタってちょっと1行打って、エンターキーポチッと押したらもう動きます。まあ、他にもやり方いろいろあるんですけども、それぐらい簡単に JavaScript 始められるっていうところで、まず入り口が広い、誰でも簡単にその機能できるってところが、まず1個目の、強いところかなと思います。2点目、カバー領域が非常に広いっていうことが言えます。で、JavaScript を使って実際に作れるものって何があるかっていうと、さっきあのウェブサイトアプリケーションって言ったんですけど、他にもいろいろあります。まずウェブサイト、それからウェブアプリケーション、それからモバイルアプリ、それからデスクトップアプリケーション、それからサーバーサイドの開発。さらに最近で言うと、機械学習の分野でも使えるライブラリとか出てきました。こんだけカバー領域が広いっていう言語は他にないんじゃないかなっていうぐらい広いです。で、三つ目、助けてくれる人が多い。人口が多い。つまり JavaScript 書いてる人とか、まあ、ちょっと多少何でもできる人ってかなり多いんですね。なんで困った時に質問したりとか、お相談したりとか、あとまあ、ブログとかこう検索した時にヒットする情報量っていうのは非常に多いです。ちなみにこれ余談なんですけど、スタックオーバーフローっていう、これもまたあの有名なサイトがあって、まあ、大体エンジニアはコード書いてて詰まったりとか、なんか質問したいなとかと思ったら、大体このサイトに行って、まあ、情報見たり質問したりするんですけど、まあ、ここのスタックオーバーフローも、毎年プログラミング言語のランキングを発表していて、まあ、そこでも JavaScript 最もまあ活発に議論された言語ということで第1位、2019年ですね、第1位になってます。まあ、それぐらい、めちゃめちゃ JavaScript についての、ディスカッションとか質問とかっていうのが行われてるっていうことですね。で、4つ目、コミュニティが盛んです。JavaScript を発展させようとする動きっていうのが非常に凄まじいんですね。プログラミング言語って完璧じゃないので、もうちょっと使いやすくしようとか、もうちょっとこういうのがあったらいいのになってことで、どんどんこう拡張したりとか、新しいライブラリーができたりする動きがあります。なんですけど、JavaScript の場合、これがかなり盛んで、例えば、拡張言語で言うと、TypeScript とか、まあ、Dart とかっていうのがあるんですけど、これ Microsoft とか Google が作ってるものなんですね。で、ライブラリーで言うと、まあ、Angular とか React とかっていうのがあるんですけど、これは Google とか Facebook が作ってます。で、さらに、最近だと Vue.js っていう、もともとは一中国のエンジニアが作ってたライブラリがあるんですけど、これ、アリババがスポンサーになったので、まあ、これもかなりビッグな会社です。これもかなり強力なスポンサーがついたことになります。しかも今言ったその Microsoft が作ってるタイプスクリプトっていうのは、まあ、拡張言語なんですけど、ただこの同等のこのプログラミングランキングでは7位にランクインしてるんですね。それぐらい JavaScript を発展させようという動きが活発っていうことですね。5つ目、サバイバル力がすごい。プログラミング言語ってその時代のなんか流れとかもあったりするので、まあ、昔使われてたけど今最近使われないよねとか結構あるんですね。で、なのでこのランキングも結構変動することが多いんですけど、JavaScript に関して言うと GitHub のランキングは2014年からずっと1位なんですね。
でこれかなり珍しい状況です。 JavaScript にしかできないことっていうのもあって、これがウェブサイトの、フロントサイドって、まあユーザーから見える部分、画面ですね、ここを作るのは JavaScript じゃなきゃできないんですよ。で他の言語で言うと、例えば、まあ、PHP とか Ruby とかで言うとやれることが結構被ってたりするんですよ。なのでじゃあバックエンド開発しようかってなった時に、じゃあ Ruby 使う PHP 使うとかっていうようなディスカッションも行われたりするんですけど、フロントエンドの開発に関して言うと JavaScript 以外選択肢がないので、もうこれ絶対にまあそれでやるしかないということになるんですね。正直ここまでメリットが多い言語も珍しいかなと思うので、プログラミング始めてみたいなとか、ビジネスチャンスをつかみたいなっていう人は JavaScript ぜひトライしてみてほしいかなと思います。はい、以上です。では。